ちゃこんにちは。はい、ゆたかさん、はい、ついに終わってしまいましたよ。終わっちゃいましたよ。交流戦ね、楽しかったな今年の交流戦は。そうですね、いい試合多かったしな。毎年楽しみにしてる人も多いと思うんですけど、まあ、やらなくていいっていう人もいるんだよね、中にはね、うん、でもやっぱ楽しいよな。まあなんかなんていうのかな、うん、だらーんってウィンシーズン行く中が、あ、そうそうそう、真ん中でちょっとこう気分転換ではないですけど、うん、雰囲気は変わるもんな。そうですね、うん、でまたそれを機に上昇するチームだったり、うん、ちょっとね調子がっていうチームもあるかもしれないですけど、まあまあ、いや、まあそういうチームが出てきたからね実際に。そうですね、うん、ということで、はい、まあ、今日は、まあ、3連戦を振り返ると同時に、はい、まあ、全体的な、まあ、交流戦を振り返っていきたいと思うんですね。はい、振り返ってみたいと思います。はい、はいはい、ということ で、これが今回最後のカードの勝敗です ね、はい、まずはソフトバンクとヤクルト、はい、ね、まあ、ヤクルトが、まあ、優勝したのは皆さんご存知だと思うんだけども、はい、まあ、これは後で、これ3連戦を振り返った後で、まあ、ヤクルト優勝ということでちょっとお話をしたいと思うんだけども、はい、とりあえずはもう対戦をね、はい、で、まあ、一応最後のカード、ヤクルト、楽天、阪神、西武、ロッテ、日本ハムが勝ち越しということで、ね、はい、ヤクルトと日本ハムは3連勝、うんうん、あ、阪神もですね、そうだね、3連勝、はい、っていうことでした。はいはい、はい、ということで引き分けなかったですね。引き分けなかったな。はい、うん、まあ延長になった試合は数試合あったけど、はい、まあ、決着をついたというね。そうですね。でまずソフトバンク対ヤクルト、はい、ソフトバンクはちょっと迷子になっちゃったかなっていうような。迷子、これはチームが、それとも、まあ、チームというよりも選手が、はい、やっぱりどうしていいかわからなくなってきてるというか、うん、まあ、不調の人がどっちの道に行くんだみたいな、はい、まあ、千賀も勝てないし、うん、だからそういう意味ではすごくなんかこうチームの状態を見るとすごく影があるように見えるよね。うん、これ悪い影とかじゃなくて、なんかこう陰の影があるような感じがしてならないんだよ。なんとなくソフトバンクらしさっていうものが、うん、そうですね。いや、もっとね明るく、うん、はつらつとしたイメージがあるんだけども、なんとなくベンチ見たりとかもしても、やっぱ状態の悪い人間がおそらく多いんだろうと思うんだけどね、はい、まあだからそういう風に映るんだと思うけど、はい、なんかちょっと迷子になっちゃってどっちに行ったらいいんだろうみたいな、そういうことをこうこの3連戦で感じたよね。まあ勝てなかったんだけど、誰が投げたとかじゃなくて、うん、チーム全体の暗さをちょっと感じたね。なるほど、うん、ちょっとなんかミスっていうか、うん、あんまり見ないかなみたいなこともあったり、まあ、あるね、本当、はい、ね、うん、だからちょっと雰囲気変えていかないといかんな。じゃあこの交流戦終わってレギュラーシーズンに入っていくにあたって、うん、そういうところがポイントですか。まあそうだね、うん、でヤクルト、はい、もう完璧、はい、ね、6月に入って中継ぎ陣が失点してないという、はい、まあ、中継ぎ陣も良かったし、うん、高橋奎二、はい、完封というね、初完封という、なんとプロ初だったようで、うん、ちょっと意外でしたけど、そうだね、うん、でエース小川千賀に投げ勝つと、うん、ね、でその中でやっぱ村上がすごいな、千賀から打ち、次の日は満塁を打ちみたいな、うん、ね、大活躍ですね。大活躍だよね、はい、だからまあその非常にチームの雰囲気もいいし、やっぱこう坂口っていうのがね、はい、大ベテランが上がってきたんだけども、はい、それを駒に据えて仕事をするとかさ、うん、だからすごいこうなんかうまく回ってんなっていうようなね、うん、まあ、そんな感じがするよね、はい、うん、だからもう文句なし、ね、ヤクルトはもうヤクルトは後でまた触れるから、はい、ね、でまたその時にね、そう、はい、でこのカードはまあ3立てをしたというね、はい、はい、で楽天巨人、うん、で楽天は初戦戸郷にやられたんだよね、はい、まあ、戸郷が本当にあの初完投で、うん、もう本当にいいピッチングしたし、うん、まあ、なかなかそれは打てなかったと思うんだけども、はい、まあ、だけどその早川と則本がきっちり勝ったという後の2戦をね、うん、それと打線も上向きになってきて、もう上げ上げ状態になってきてるという、はい、だからいい終わり方をしたなっていうね、巨人相手に、うんうん、なんかそんな感じがするよ、うん、うん、やっぱ早川が勝てなかったのが
まあ、早川もヒーローインタビューで言ってたけど、もう本拠地でオール勝てないんじゃないかっていうような不安まで抱くような ね、 そ、 うでね、まあ、そんな感じがあったんだけども、はい、まあ、本拠地で勝てたということ、うん、それと打線がやっぱ点を取り出してきてるということね、うんうんうん、だからそれが非常に大きいと思うよね、うんうん、だから全体的に状態は上がってきてるという、はい、で2勝した、はい、で巨人は、うん、1勝しかできなかったんだけども、うん、戸郷の完投、はい、まあ、これは非常に心強いし、うん、非常に安定感があったよね、うん、だけどもその後の2戦はもう崩壊だわねえ、うん、なんかちょっと急に変わってしまったような、うん、ちょっとね勝負の爪の甘さがあって、はい、メルセデスがねピンチを迎えて、うん、ツーアウト2、3塁、うん、一塁が空いてるんだよね、はい、で川島慶三、はい、まあ大ベテランだよ、うんうん、だから川島慶三のバッティングって左ピッチャーにめちゃくちゃ強いんだよ、はい、それを考えたら次太田なんだよねキャッチャーの、うんうんうん、ね、それを考えたらもっとなんていうのかな厳しく攻めたり歩かしてもいいような状況だったと思うんだよ、うん、だって川島慶三はその左ピッチャーを打つためだけに楽天に行ってるわけだから、はい、もうそのぐらいのことを極端なことを言ってもね、うん、いいぐらいの選手なんだよ。なるほど。そこに打たれてから繰り出したね巨人が、うん、うん、だから3戦目なんかもう一気に9点取られてるしさ、何が起こったのかなっていうか、まあ、そうだね、あっという間に、あっという間にね、はい、だからもう崩壊だわ投手陣、うん、うん、だからこれはやっぱ立て直さなきゃいかんね巨人はね、はい、うん、はいはい、でオリックス阪神、うん、これも3立て、はい、ね、山本が投げてるのに勝てない、うん、ね、ミス三昧なんかその言い方ちょっと、いやミス三昧なんだもん、だってバッテリーでは起きるわさ、はい、だからなんかねこうせっかくのいい試合、うん、いい投球、うん、いいゲームがでこのミスによってもうがっかりしちゃうんだよね。なんか結構調子の上がってきてる選手もいたと思うんですけど、うん、やっぱそういうのにも水を差すようなことに水を差すな。それとオリックスも、うん、山崎幸也、うん、山本、うん、宮城、はい、これは本当は2勝1敗、うん、最低でもね、うん、行きたかったのがもう一つも勝たなかったというまさかの、うん、はい、その早朝はミス三昧、はい、そうです、はい、その通りで、で一方阪神、はい、大山様に、大山君から大山様にまた戻りました、昇格しましたね、昇格しました再び、まあ、1戦目の、はい、あのチェンジアップをね5階席に叩き込んだ、うん、ホームランなんかもう見事だし、はい、2戦目はね、うん、打てなかったんだけども、まあ、3戦目にまたタイムリーを打ってみたいな、うんうん、まあそんな感じだよね。でやっぱ大山が打つと、うん、大山佐藤が打つと勝つということ、うん、特に大山がね、うんうん、それと阪神はこれからもっと来るって思わせたのが、うん、熊谷の走塁、はい、ね、うん、もう膠着状態から盗塁仕掛けて、うん、自分のヘルメットにボールが当たって点々とする間に、はい、上がったですね、三塁からホームまで来たけど、二塁からね、うん、来たけど、あの足はやっぱすごいね、うん、久しぶりに速いなと思ったよ。やっぱり技術的なものというよりは、うん、単に速い、足が速いというところもあります、ね、はい、まあ技術的にもね、はい、やっぱあの盗塁の技術は高い、うん、それとやっぱこう宗が最後に打ったね、はい、サードゴロ、はい、あれはね誰も触れてないかもわかんないけど、うん、あれはしびれるから、うん、ランナーサードでね、うん、あの前に出てきて、はい、ランニングスローしたけど、はい、いや見事だったよね、うん、だから阪神はこの3連戦、はい、ね、長打もあれば足もあったという、うん、もう本来の阪神の姿になってきてる、もう本当に、はい、よりね、だからこれはもう阪神は交流戦絶対上がってくるよって言ったけど、うん、上がってきたでしょ、これシーズン入っても上がってくるから、ようやくというところですか。まあようやくだな、本当ね、本当は春先からね、うん、まあそのヤクルトに開幕戦ひっくり返されなかったら、そうでしたね、あのこういう位置になかったかもわかんないけど、阪神4位に上がってきてるからね、はい、言っとくけどいつの間にか、はい、ね、だからこれからがすごく楽しみです阪神、はい、まあ青柳は安定してんな青柳、まあドームだから雨柳さんじゃないんだよねもう絶対お天気関係なし、そうそうそう、はい、だけど初戦にやっぱりさあれだけ安定した投球を見せてくれると、うん、やっぱいいよね、うん、心強い、はい、本当にね、はい、はい、まあみんなよく阪神は頑張りました、はい、小山さんは
大山さんは再びということで、ね、はい、また打ってください。はい、ね、はい、で西武と広島、はい、復帰組、はい、ね、源田が戻ってくる、うん、ね、平沼が戻ってきて4安打とか、はい、ね、そういうことで、非常にあのチームもやっぱり怪我組が戻ってくると明るくなるよね。はい、うん、だからそういう意味では、ね、まあ、その戻ってきた人間と代わりに入れ替えはしなきゃいけないんだけども、はい、まあ、戻ってきた組がね、はい、やっぱ活躍してくれるとやっぱこう活気づくよね、うん、それと山川、はい、ね、やっぱ山川のホームランは雰囲気を変える、うん、ね、やっぱ花あるわ、ね、なんかベンチも一気に明るくなりますよね。 それとね、うん、山川も一昨日か、はい、満塁の場面でいいプレーした、うんうん、坂倉をゲッツーに取ったのプレーもさ、はい、ベースにつきそうだったんだよ、はい、でも思いとどまって、うん、ホームに投げてからホームゲッツーをしたんだけど、うんうんうん、あれ下手するとベースについてたらホーム1点やることになってたからね。なるほど。だからまあそこら辺の判断も良かったし、瞬時に、はい、西武はそれまでこれだったんだよ、ミス三昧だけどよく守れるようにもなってきてるし、ね、はい、非常にいい野球ができたかなって、うんうん、ただ高橋光成が勝たなきゃダメだ、うん、高橋光成がなんかね打たれるケースが多い、うん、それはなんででしょうかね。なんで、うん、まあ、なんでかな、まあ、ちょっと投球勝たんだとか、まあ疲れとかね、うん、彼らのキャリアとか、うん、スタミナ考えたら疲れとかじゃないし、やっぱ彼はやっぱ背負って立つエースだから、うん、まあ、そんなことは関係ないね、うん、言っちゃダメだ。もしそうだったとしても、そうだとしてもね、うん、それだったらもう髪の毛切って少し軽くした方がいいいや本当にそうで広島、うんうん、広島は屈辱、はい、あのね3年連続交流戦再開なんだ。そうですね。でこのね再開になった一つ不安なデータがあってさ、はい、再開になった年っていうのは、うん、必ず B クラスでシーズン終わってんだよね。うん、だからこれから落ちるという確率が高いということ。なるほど。今まだ3位にとどまっていますが、うん、っていうことですか。そうそう、うん、で粘りに弱い、それとやっぱり守備が崩壊、うん、あのね坂倉サードの守備は、はい、もう少し練習してからの方がいいかもわかんないね、うん、まあ、確かに使いたいのはわかるよ、はい、だけどゲームを失ってまで使いたい選手かって言ったら、はい、キャッチャーなんだよね本来は。そうですよね、うん、はい、だからもうそういうところでのジレンマがある。だからライナーだってあれ取れてると思うんだよね、取ったらゲッツーとかさ、うん、うん、あの小賀のあたりとかね、はい、があったんだけど、うん、なんかねそういうところですごくね継ぎはぎでやろうとしないで、うん、確固たるものを与えながらやった方が、うん、選手も成長すると思うし、うん、なんて言うんだろうな、安心してできると思うんだよ、うん、じゃなかったらねやっぱバッティングに響いても来るしね、はい、だからここら辺やっぱ広島やっぱこの戦いを見て少し考えなきゃいかんと思うよ。うん、うん、まあそうするとこうメンバーどこに誰っていうのが難しくはなってくるんですかね。まあまあ難しくなるし、はい、まあ、ダブってるところがあるから。そうですよね、うん、だからっていうふうに都合よくいかないからやっぱり、うん、やっぱプロ野球だから、はい、うん、だからそこら辺恥ずかしいプレーが出ないように、うん、やっぱ考えてあげないと、うん、もう選手もダメになっていくよっていうようなことを感じたね。なるほど、はい、じゃあもう今回また交流戦ね、前回の振り返りの時に屈辱だけは免れたいねっていう話だったのがちょっとうまくいかなくって、そうそう、今回交流戦になっちゃった、再開になってしまいましたが、そうだね、ここはまたレギュラーシーズン入るのにまた立て直しというよりも考え直しをした方がいいと思う。はい、はい、ロッテ DeNA、はい、ね、ロッテ、はい、勝ち越すも勝ち越すも佐々木朗希が勝てないんで、なるほど、点を取ってくれないと、うん、先に点をやってしまった牧、はい、牧のホームランでね、はい、牧はすごいな、うん、あ佐々木朗希からあのカーブ、うん、まあ、スライダーかも分からんけど、はい、あれを引きつけてライトに打つんだからな、大したもんだよ、うん、だけどまあその1点でね、はい、踏ん張ってても、うん、やっぱこうその試合を落とすというような結果になってる、はい、ね、ただ小島が勝った、うん、ずっといいピッチングをしてるのに、うん、小島が勝てなかったんだよ、うん、昨年受賞の投手が、はい、やっと勝った、はい、これでちょっと流れが変わってくるかな。うん、なるほど。まあ日本ハムの噂が
やっぱ春先から勝てなかったように、うん、でも一つ勝ったら逆の流れになって勝てるようになってくる、はい、まあ大島もそういう風になってくるかなという、うん、まあ心強いと思うんだけども、はい、打線もまあそこそこ状態が上がってきてるし、うん、荻野がね、はい、帰ってきて荻野が2試合連続猛打賞とか打ってきてるしね、はい、だからこれから上り調子にはなってくると思うけど、うんうんうん、でもやっぱね佐々木朗希が勝たないと、うん、やっぱ連勝ができないよ。なるほど。うん、だからここら辺はやっぱ絶対勝たす努力をしなきゃいけない、まあ、努力はしてると思うんだけどね、はい、だけど絶対勝たせなきゃダメだ、まあ、そここだわってやるっていうことですね。そうだね、はいはい、で DeNA、はい、これ戦略これでいいのっていうような、うん、まあ、例えば1対1で、ね、はい、延長に入るとか、うん、延長の前だったかな、延長だったと思う、9回だったかな、うん、ノーアウトランナー1塁、はい、バント失敗したんだよね多分、うんうん、で1塁に残った、はい、ワンアウト1塁、はい、で海老名、牧、うん、宮崎って続く打線で、うんうん、はい、1点取れば勝つじゃない、はい、ね、うん、そしたら海老名が抜群にバントがうまいんだよ、海老名は俺バントだと思ったんだよ、海老名に平気で打たせてツーアウトみたいな、はい、いやいや海老名で送ってランナーセカンドに置いといて、牧、宮崎、はい、じゃあ相手は牧をと勝負しないかもわからないけど、うん、でも宮崎も勝負強いからね、うん、だからここら辺が俺送りでいいんじゃないかとか思うんだよ。ちょっと勝負を急いだとかそういったことですか？勝負、うん、だからそこに、いやそこに頭があるんだったらいいよ、うん、いや送ろうかなとか、うん、いや俺単純にワンアウトだから、うん、もう海老名に任したみたいな、うん、そんな感じになっちゃったと思うんだよ、うん、それとロッテ戦追い上げてる時に、はい、うん、ワンアウト満塁になったんだよね、うんうん、でバッター牧、はい、ノースリー、相手はヒーヒー言ってる、もうなかなかね、うん、ボールがコントロール定まらないような状態で、うんうん、でねノースリーが打ったんだよ、はい、俺は待つと思ったんだよ、うん、まあ押し出しもありますからね、別にノースリーからでもワンスリーからでもツースリーになったって、うん、状況的には牧の方が上だもん、はい、そしたら押し出しっていうのもあるじゃん、はい、押し出しして宮崎、はい、また相手は嫌だよね、はい、マーケンノースリーから打ったんだよ、はい、ピッチャーゴロゲッツーだって正面でしたね、本ゲッツー、はい、いやこれは牧は攻められないよ、うん、ただ考え方とすると、うん、やっぱ次のボールを引っ張るのか、うん、引きつけて流すのか、うん、そういうことをしっかり考えて、うん、ああいう場面で打った方がいいよっていうのがアドバイスなんだけど、うん、ただね牧はとにかくまっすぐが来ると、はい、これを強く叩きたい、はい、それでど真ん中に来たからさ、うん、ああいういいバッターって、うん、ど真ん中ってどっち打っていいか分かんなくなるんだよ多分、うん、で力んじゃったんだよね、はい、でピッチャーゴロになったんだけど、はい、まあ牧はいい勉強したと思うんだけどね、はい、だけどそういう時に右に打つのか、うん、しっかり引っ張るのか、うん、っていうことをやっぱ考えた方がいいよね。それはもうあらかじめ頭の中に入れておくっていうことですか、うん、ああいうところでインサイド厳しいとこ来るピッチャーなんて絶対いないから、はい、投げ損ないしか来ないから、うん、でも普通のピッチャーだったら外のまっすぐをまた真ん中のまっすぐをキャッチャーも要求するよ、うん、そしたらそういうボールをどっちに打つんだということを、うん、やっぱ考えさせておいた方がいいな、うんうん、それと俺がもし監督であれば打たさないね。あ、一球見るということですね。絶対もう牧の力からすると一、うん、球待ったところで関係ないもん、うん、うん、3-1 になっても、うん、3-2 になっても牧の方が上だというふうに信じてるから、うん、あの感じだとフォアボールの可能性もすごく高かったと思うんですよ。すごい雰囲気的にね、はい、高かったしね、うん、だからそういうところを少し慎重に攻めたり、うん、バントをこう考えたりしたらもっと上に行くと思うわ。じゃあもう一つ綿密に、うん、綿密にね戦略をっていうことですね。そうそう、うん、だからすごくもったいなかったロッテ戦ね。俺は逆の数字になっててもおかしくないと思うから、うん、だから、ね、すごくもったいなかったなっていうね、うんうんうん、だからもう少し戦略を瞬時に考えて、はい、どっちがいいのかという冷静な判断を下せるような、うん、まあ牧を信じたんだと思うし、はい、海老名も信じたんだと思うけども、はい、だけどそこら辺はやっぱもう少し慎重に考えるとよかったのかなっていうふうに思うよね、うん、はい、はい、で日本ハム中日、はい、日本ハム、はい、やんちゃだねでもねある程度固定になってきてるんだよ上位打線は、はい、使う選手は、はい
だからこれはすごくいい傾向になってきた、うんうん、やっぱ下位打線っていうのは、うん、そのピッチャーの特質によって、はい、まあ、変えていく、これはまあ別にいいと思うんだけど、うん、だいぶ固定し始めてきたな、うんうんうん、まあ、それとやっぱこの3連戦で印象に残ったのはツーランスクイズ、はい、ね、あれはツーランを狙っていたんですか。あのセカンドランナーは常に前の塁を狙ってるから、はい、まあ、サードランナーはとにかく走ってくるよね、はいはい、でセカンドランナースタートを見たら、うん、もう完全にコーチャーも回してるからね。じゃあもうだからまあやっぱサインはサインなんだよ。なるほど、うん、それとビシエドが全くノーマークだったね。あ、だからもう少し外国人だとはいえチームの一員なんだから、はい、相手がどんなチームなのかっていうことをやっぱ頭に入れて野球やらないと。だからああいう風にファンブルして慌てて一塁に投げて一つは取るんだけど、はい、ね、あ、2点もやっちゃったみたいな、そういうことになるんだ。やっぱどういうチームなのかっていうのをよく知らないと。あそこで仮に日ハムはこういうチームだって頭にあってもツーランスクイズっていうのはなかなかない戦略ですか。いや、まあただ、うん、あの今の日本ハムだったらああいう場面でツーランスクイズっていうのはやってくるだろうなっていうのはすごく心の準備、頭の準備はしとくよね。もう絶対守っていれば、うん、だからそれは外国人だったからなかったのか、うん、でも外国人だからなくていいのかじゃなくてなきゃダメなんだよやっぱね、うん、チームとしてね、はい、でもそういうことをまんまと仕掛けながら成長させてるね。ハッとしたでしょうね。いや、ハッとしてるよ。中日の選手はもうね、やられたっていうかね、屈辱的なんだよねやっぱりね、ああいう作戦が決まるっていうのはやっぱ隙がないとああいう作戦っていうのはできないから、うん、やっぱ隙を作ってんだよね。で2点を取られたっていうこと以上のダメージが、いやいや、プロとして恥ずかしいっていうふうに思うよね。ね、ということは、まあ、日本ハムは今までそういった作戦、はい、結構破天荒なこともやってきたのが、うんうん、だいぶ実を結んできているということですか。あ、そうだね、それもね、ツーナッシングからやってるんだよね。はい、ツースライク取られた後にやってるんだよ、はいはい、だからそれもね、それがもうないんじゃないかと思うのが意表をつく。だからまあビッグボスのうまいところだよね、意表をつく、はい、それをうまくスクイズ決めるというのも、まあ、テクニックってことですね、まあ、そうだね、ああやっぱ出たかみたいな感じで準備があったんじゃないの、うんうん、だからまあ日本ハムは上位打線が固まってきてる、まあ、順番はこう入れ替えとかいろいろするけども、はい、まあ、だけど使う人間はだいぶ固まってきてるよね、うん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 、だからやりやすくなってきてるんじゃないかなっていうふうに思うよね。なるほど。で萎縮、中日は、はい、これはね、どういう立浪監督って偉大な選手だったよね、うん、そうですね、まあ、それと星野政権の下で、はい、ドラフト1位に入り、はい、活躍してきた選手だけに、はいはい、なんかやっぱこう厳しさっていうのを周りがこう勝手に誇張してると思うんだよね。なるほど、こう、うんうんうん、そうなってくると選手っていうのは、はい、やっぱ顔色を伺うようになるんだよ、あ、監督のね、はい、でやっぱね中日だけがこう全体的な雰囲気を見た時に、うん、ちょっとね暗いんだよ、うーん、暗く感じちゃうんだよ、うん、みんながわーってやったら、あのこの巨人だってわーってやってるからねだけど中日はなんかこう連敗中だからできないのかもわからないけども、うん、もう少し立浪監督がバカになってもいいんじゃないかなって思うよね、うん、もっと率先して、はい、とか笑顔を見せるとか、うんうん、そういうのを動きがあってもいいような気がするんだよね、うん、まあ、選手もそういうのをやりにくい雰囲気になっているということですか。まあそれはね、やっぱ立浪って言ったら一目置くよ、うん、選手も。そうですよね、うん、そうじゃなくて、いやいや俺も全然大丈夫だよみたいな、うん、ね、まあ、そういう雰囲気になってくると中日もなんかせっかくこう伸び盛りの選手もいるし、うんうん、いい選手もいるからね、うんうん、だから力が出しやすいんじゃないかっていう、うん、今ちょっとね萎縮してんじゃないか、まあ阿部がねミスして延長になってね、でそれが引き金でちょっと負けた試合があるんだけど、うん、まあそのぐらいからなんかピリついてるような、うん、そんな感じがしてね、まあ負けるとそう見えるのかもわからないけども、もう少しなんかこう立浪監督がやってることは俺は間違いではないと思うんだけど、うん、だけどやっぱこう勝手に受ける雰囲気があるじゃん、うん、イメージとか、イメージとか、はい、だからそれを少し楽にするために立浪監督が話しかけるとか、う
ちょっと笑うとか、まあそういうことをこう率先してやるとまたちょっと雰囲気が変わってくるんじゃないかなって思うのね。まあ、コミュニケーションとかはすごく大事ですよね。まあ、コミュニケーションは多分取ってるとは思うんだけども、ただ一目置いて取ってんのか、それとも心と心で話ができてんのかっていうところは全然変わってくるから、だからまあそこら辺は意識しながら、まあ立浪にはやってほしいなって思うよね。はい、はい、ということで、はい、結果どうなりましたでしょうか。はい、おお、でも結局は僅差ですね。僅差、セ・リーグ、まあ、パ・リーグ55勝と53勝ね。まあでもね、最下位から広島、中日、巨人だったかな、ね、ただ阪神とヤクルトが頑張ったから、まあ、この数字にはなったんだけど、まあ、DeNA は5分ぐらいであれしたけど、はい、ね、だからまあパ・リーグ、まあでもなんていうの、パ・リーグはずっと強かったからさ、まあ、セ・リーグが勝つと、まあちょっと、ああ頑張ったなって、よかったなって思うよね。はい、ヤクルト強かったですね。はい、ということで、はい、結果、結果セパ交流戦、はい、ヤクルト優 勝、完全優勝ということで、完全優勝、はい、全カード勝ち越し、これはすごいですよね。すごいね、歴代最高勝率7割7分8厘、ね、すごいね。ヤクルト交流戦にめっぽう強いですね。めっぽう強いっていうか、やっぱ交流戦じゃなくてもやっぱ強かったと思うよ。はい、でもなんかさらに強さが露呈したというか、まあ、そうだね、はい、もうとにかくあのホームランは打つ、走るで投げては、中継ぎ陣、6月に入って、まだ失点なしという、それもすごいですね。で高津監督がね、MVP はって聞かれた時に、まあ高津監督の方から言ったのか、はい、で中継ぎ陣が MVP だと、はい、ね、やっぱ高津監督もリリーフピッチャーだったからさ、だからまあそこら辺の気持ちはよく組んであげてるよね、はい、すごいです、まあ、その中で田口、はい、すごいなと思うの、だから清水とか8回とかね、はい、マクガフは9回、はい、ね、まあ、今度も8回とか7回とか、うん、まあ、いろいろこう決まってるんだよ、はい、だけど田口だけはあんまり決まってないんだよ、田口は一番きついところ行くぞみたいな、それだけは決まってるみたいな、それだけは決まってる、だからいつなのかっていうのがわからないんだけども、その田口が出てきた時にしっかり抑えてくれるというさ、まあそこら辺が強みだよね。ねえ、本当打つ方も投げる方も、ね、この完全優勝っていうのはセリーグでは初だそうで、完全優勝か、はい、ああそうか、まあ、完全優勝は3度あって、そのうち今回はセリーグでは初ということで、なるほどね、でもね、まあ、一番塩見、ね、塩見が出たら走られるかもわからない、山崎がそのまっすぐを狙ってんだよね、でピッチャーは次の山田をちらっと見て、はい、いや山崎歩かしたら山田だったらきつくなるぞみたいな、そしたら山田がつなぐじゃない、はい、でも山田がこう打つときはいいけどさ、打たなかったら村上が待ってるぞみたいな、そうです、もう抜け目がないですよね、抜け目がない、本当にもう本当にね、高津監督いいチーム作り上げたなって思うよね、塩見選手なんてもう最後の試合はお誕生日で自分でホームランも打ちましたし、もうなんかもう自分で誕生日祝っちゃってるからねそれとやっぱ坂口、はい、でベテランもう上がってこないのかなって、俺坂口とずっと若い頃から知っていて、あもうダメなのかな、上げてくれないのかなとか思ってたんだけど、上げてきて、はい、村上の後ろ5番につけて、で千賀に当てて、それからタイムリーヒットとかさ、やっぱすごいよな、やっぱ選手をよく知ってらっしゃるというか、それと、はい、やっぱ使った選手が確実に働くというかさ、もうそういう雰囲気があるチームだよね、はい、だから本当にヤクルトの優勝というのは、まあ、セ・リーグとすれば誇りに思うだろうしね、はい、だけどこのヤクルトがこれからセ・リーグの中心になってペナントレースを引っ張っていくと思うけど、はい、なかなかここの牙城崩れられてこないよ、完璧なものになってますかね、完璧なものになってきてるね、まあヤクルトこういう強い勝ち方で優勝しましたが、豊さんこの交流戦振り返って、
この選手は活躍したなとか、あそうだな、こう印象に残ってる選手、まあ交流戦をきっかけに出てきた選手もいるからね、うん、はい、まあでも一番やっぱ村上の勝負強さだわ、いやー本当よく打ちますよね、初戦から打ったよね、うん、日本ハム戦から、はい、で締めのソフトバンク戦まで、うん、本当に村上のホームランっていうのが印象に残ったし、はい、うん、でも若手に目を転じると、うん、まあ、例えばその巨人の増田陸、はい、頑張ってるなと思うしね、うん、なんかすごく将来性を感じるんで、はい、まあ、中山ライトっていうのは、はい、なんかまだ線が細いというかね、うん、まだまだ鍛えなきゃいけないなっていう部分があって、うん、でも増田陸っていうのは、はい、すごくこれから楽しみだなっていうふうに思うし、うん、はい、あとは西武の滝沢とか、はい、ソフトバンクの渡辺陸、はい、キャッチャーのね、うん、ああこれは将来楽しみだなっていう選手がいたよね、うん、誰かいた？そうですね、誰でしょう、でもこう、もう今最近だと、まあ、後半だと、まあ、ヤクルトの高橋奎二投手が、うん、あの最後ね、そうだね、はい、完封したって、そう、それもなんかすごいなと思って見ていたりとか、うん、だってさ、あのゲームって言えば交流戦の消化ゲームだよね、うん、よね、優勝が決まった後の、そう、はい、達成感があってさ、うん、みんながね、うん、だから7回まで塩見のツーベース1本だよ、うん、だって塩見はその試合勝ちたいんだもん、打ちたいんだもん、そうですね、誕生日だから、誕生日だだけどそれ関係なくもうね、本当に達成感があって次の試合っていうのは、はい、なんかちょっともぬけの殻みたいになっちゃうんだよね、うん、まあね、もう優勝決まったっていう、うん、ね、だけどそこで高橋奎二がさ、はい、やっぱバッテリーで中村と引っ張ってチームをね、うんうん、で、ね、8回に、オスナーがヒットで出て、うん、きっちり送って、うん、長岡が返して、うん、塩見がツーランでゲームを決めるというね、うんうん、まあ、そういう試合ができるヤクルトもすごいし、はい、まあ、高橋奎二っていうのもね、うん、まあ、レギュラーシーズンで初めての完封という、はい、そうですね、ここでやるかっていうところでやるんだよね、だからまあ見てる皆さんね、はい、あの印象に残った選手とかそういう選手がいたら教えてほしいなって思うよね、そうですね、コメント欄にぜひぜひ書いていただくと、はい、ああそうだったんだっていう気づきもあったりね、そうね、あそうだそうだって思いたいですよね、そうだね、うん、まあヤクルト、はい、ね、もう本当に完璧な優勝でした、本当にね、はい、おめでとうございました、おめでとうございました。